はい、どうも。全国のワニーズファンの皆様、大チャンネルです。いつ勝てるねん、おい。おい、もういいぜ。オープン戦だとしてももう負けはいいぜ。うん。5戦連続で、勝ちがありません、マリーンズ。まあ、もしかしたら、裏を返せばよ。僕、金曜日に、今シーズン初のゾゾマリンスタジアムのオープン戦、見に行くと言ったじゃないですか。そこまで待ってくれてるのかもしれない。いや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 。ない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 。そんなことはないですよ。っていうか、俺ん時負けてもいいから最悪。とにかく早く早く勝利をものにしたいっすよね。オープン戦だとしても。うん。きつい言い方すると、ひどすぎる。ほんまにほんまに。ほんまに俺ちょっと焦ってるよ。このままシーズン入ってよろしいのかと。ちょっと焦ってますよ。はい。今日の課題はね、まあ、バッティングはもちろん、積極性ですね。はい。僕、生配信でずーっと解説9イニングやってましたけれども、ファーストストライクを見逃してる選手が多すぎる。っていうところだと思います、僕は。うん。まあ、野球はね、1打席に1球甘い球があるかないかの世界なんですよ、プロは。その甘い球を見逃しちゃうっていうね。で、変化球にもタイミング合わなくて、結局、まあ、引っ掛けた内野ゴロだったりとか、まあ、最悪の場合三振だったりとかしちゃうわけですよね。この甘い球っていうのを空振りだろうとファールだろうと振っていかないとピッチャー何にも怖くないと思うんですよね。はい、っていうところで本日の試合振り返っていきたいと思います。今日の両先発がですね、日本ハムが加藤投手、そしてロッテが美馬投手っていうね、両投手ともねキャリアを積んだ実績のあるピッチャーが今日登板ということで、まあおそらく投げ合いになるんじゃないかなというふうに思ってました。はい。まあ前半はその予想通りに行きましたね。で、先制したのはマリーンズです。3回の表に、まあ、2アウトからね、9番の田村選手のツーベースヒット。これがチーム初安打になりました。そして、1番スタメンで入っている高部選手の、ライトへのタイムリーヒット。これで1点取りました。で、この高部選手のタイムリー、ファーストストライク打ってますよね。しっかり。やっぱりファーストストライクから振ることによって、結果もついてくると僕は信じております。今日も高部選手実際3安打ですからね。で、高部選手、この他の打席どうだったかっていうと、まあ、まず1打席目。ツーボールの入りからの3球目のスライダーですね。これ打ちに行ってます。まあ、結果的には三振でしたけれども、しっかりファーストストライク打ちに行ってます。で、今言ったように2打席目もタイムリーヒット。これもファーストストライクを打ってます。で、3打席目高部選手。初球のストレート。空振りですけども、振りに行ってます。そして4打席目。2球目のストレート。ファールになりましたが、ファーストストライクしっかり振ってます。っていう感じでね、ここのだけの成績かもしれないですけれども、ファーストストライクをしっかり振っている選手っていうのは、自然と結果がついてきてるんですよね。まあ、今のところ僕がオープン戦見てて、一番打ってるのは高部選手なんで、高部選手をちょっと基準に考えると、ファーストストライクほとんど振ってるんですよね。だからやっぱり自分のスイングっていうところも、まあ、ピッチャーがちょっと怖がるんじゃないかなっていうふうにも思うし、特に今日ファーストストライクを振ってないなーっていう風に見えてたのは、まあ中村翔吾選手。まあ中村翔吾選手シーズン中でもね、あんまりファーストストライクから振るイメージはありません。でも、初球のど真ん中のストレート見逃して、次の変化球も見逃して、何を待ってるんじゃいっていうね。そういう風に僕はちょっと見えてしまったんで、とにかくこの甘いボールをね、積極的に振っていくっていうところがなかったんで、そこが今日ちょっとね、ファイターズとの違いだったんじゃないかなっていう風にも思いました。っていう点でちょっと試合の振り返り戻りますけれども、4回の裏ですね。先頭の万波選手、これね、結果的に空振り三振だったんですけれども、まあ、田村選手がね、フォークボールを、前で止めることができずに、ランナー、先頭バッターが出ました。ここ田村選手としては、絶対に止めなきゃいけないところでした。そして、続く近藤選手、真ん中に入ったシュートですね。ライトスタンドに、ホームラン。これも打った瞬間、完璧でした。で、この後は美馬投手しっかり抑えていたんで、ここまでは4回まではね、全然美馬投手問題なかったんですよ。で、5回の裏ですね。先頭の松本選手、レフトへのツーベースヒット。これも初球のファーストストライクをファールですけれども振っています。で、そっから美馬投手が二塁牽制悪送球。うん、これよく見るね、悪送球っていうのね。これ絶対シーズン中減らさなきゃいけないやつだからね。調子の良し悪し関係ないからね、これは。はい。そして続く八千選手に、7球目フォアボールを与えまして、ノーアウトランナー3塁1塁と。もう確実にファイターズとしては追加点を取る姿勢。そして次なんですよね。ここは俺もビビった、正直。2ストライク追い込まれてからのスクイズ。セーフティースクイズか、あれは。うん、それでファイターズが思わぬ形で1点を追加。で、その後ね、石井選手を三振に打ち取るんですが、
3試合連発です。万波中正選手。これも真ん中に入ったシュートボール。ここも甘く入ったボールは絶対に見逃してくれませんと。万波選手ね。これで3ランで、もうこれで一気にちょっとファイターズペースが始まって、試合が決まっちゃったかなっていう感じがしましたね。っていう感じで今日は甘いボールをとことんスイングしてくるファイターズと、甘いボール、そしてファーストストライクを、結構見逃してしまったマリーンズ。この差がちょっとね、6対1っていう結果になったんじゃないかなって思うんで、そこをやっぱり、まあ、金曜日からホームに帰りますけれども、もうどん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 振っていこう。まず振らないと、バット当たらないじゃないですか。当たり前のことでね。もちろん、俺はストレート1本狙っているんだっていうのは大事かもしれないですけれども、そこはやっぱピッチャーもね、ある程度のデータが入ってて分かるというふうに思うんで、やっぱりストレート狙っていても変化球が甘く入ってきたなと思ったらもう打ちに行くとか、そういうのがちょっと今日目立たなかったんでね、あんまり。はい。ちょっとね、今日は苦しい試合になったかなというふうに思いますがね、金曜日からの西武3連戦、ちょっとね、皆さん選手のね、バッティングに期待して、もう打線爆発、本当に期待してますのでね、そろそろ開幕まで2週間となってきますんで、そろそろね、もう優勝モード入って、こっからもうぶっちぎっていきましょう。ね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ビッグボス！